はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ついにですねデュエルリンクスの神竜が実装されましてですね、この神竜をアグニマズドバニッシャー、アグニマズドバニッシャーです。はい、なんか声に出して読みたくなるモンスター名ランキングだったら結構上位にいそうなねモンスターなんですけれども、このアグニマズドバニッシャーなんですが、これめちゃくちゃ強くて、今日はこのモンスターをね活躍させていきたいというふうに思ってまして、これね炎王とめっちゃ相性いいんですよ。どういう効果を持ってるかっていうと、まあ、簡単に説明すると相手選んで除外するっていうなんかやばいことを書いてあるんですけど、条件ありまして、1、2の効果それぞれ1ターンに1度しか使用できないよと。自分のメインフェーズ、このカード以外の手札および自分のフィールドの表側表示モンスターの中から、炎属性モンスターを含むモンスターに選んで破壊すると、炎属性モンスター含むなんで一応炎となんか違う属性でもいいんですけど、手札から特殊召喚できますと。で、炎属性モンスター2体を破壊した場合は、相手のフィールド墓地からモンスターを1体選んで除外できるっていう、なんか劇的にやばいこと書いてあるんですよね。これめちゃくちゃ強くて、でしかもなんか破壊するのはコストじゃないんで、まあ、一応無効にされたりとか、しても一応その、アドソンにはなりません。はい、破壊2体選んで破壊して特殊召喚しながら相手選んで破壊するまでが効果なんで、効果処理なんで大丈夫っていう。で、2番目の効果、このカードが効果で破壊された場合、炎属性以外の原理属モンスターを手札に加えるよっていう効果を持ってます。流星とかね、神竜とかとはなんかすごく相性がいいんですが、まあ、今回はちょっと2番目の方が破棄しまして、この炎王との、まあ、あのシナジーでやっていく。これね、結局ね、破壊したモンスターがまたアドバンテージ稼いでくれればいいわけですよ。アグニマズドバニッシャーで破壊した炎属性モンスターが何らかの効果があればいいと。まあもちろんね、ウォームワームとかね破壊されたらなんかデッキ破壊できるみたいなね、ああいうモンスターを破壊してなんか展開してももちろんいいと思いますけど、まあ今回は炎王なんで、まあ例えばね、バロンこれ破壊されたら、次のスタンバイになんか持ってこれるし、あとガネーシャこれ破壊されると墓地のモンスターね、なんでも、特殊召喚できますんで、獣族、獣戦族、鳥獣族であればね。なんで例えばアグニマズとバニッシャーの効果で、ガルドニクスとガネーシャを両方とも破壊して、こいつ特殊召喚したら相手1枚選んで破壊しながら、ガネーシャの効果で墓地からガルドニクス出てくるんで、これめっちゃ強いです。ワンキル取れます。はい、簡単にガルドニクスのね、ガネーシャで特殊召喚したモンスターはエンドフェーズ破壊されるんで、またガルドニクスがエンドフェーズ破壊されて次の相手のスタンバイにまた出てきてなんか全部パスするみたいな効果も使えますし、とても相性がいいですね。はい、で、デッキの構築なんですが、ちょっとねやばいモンスター入ってまして、召喚師アレイスターっていうねこれすげえ強えのよ。これちょっと1戦目と2戦目の動画見てほしいんだけど、マジでやばい動きしてるから。これアレイスター絡むとほんまにやばくて、そのアグニマズとバニッシャーとなんかガルドニックスとプルガトリオ並ぶみたいなことが起きるんですよ。1ターンでです。はい、マジで炎王神竜やばいこと起きてるんでね、早速ねやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、ゾウのうんちくんよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。なるほど、まあこれは一回アグニマズとバニッシャーを破壊して、まあ持っていきましょう。何らかのカード、まあ一旦バロンでもいいな。一旦バロン、いや難しいねこれ。ガルドニックスでもいいな。これ次のターンガルドニックス破壊できるからガルドニックスもってか。いやさすがにこれガネーシャだったかこれちょっとアグニマズとバニッシャー出したすぎ問題まあ普通だったらここ絶対ガネーシャでいいです。ガネーシャ召喚しといた方がいいです。はい、まあ、レッドアイズインサイトね、オッケーいいよ。クリボールがあるんでちょっと今甘えました。多分でもなんとかなります、レッドアイズは。はい、いいでしょう。で、レッドアイズフィーション打つ。レッドアイズってさ、あ、やばい、デーモンの召喚入ってやばい、終わった。あ、やばい、甘えた。これは完全に甘えた。大丈夫だ、大丈夫だ、そっちは大丈夫。スラッシュは大丈夫。いやマジでね、城之内見たらあれだな、これからはなんだっけ、クリボールに頼ってはいけないな。ちょっと今ミスったな、危なかったな。今相手がデーモンの召喚が入ってないデッキだったから終わったよ。お、あれディスティニーゼロケアですか。ディスティニーゼロケアね、なるほど。そんなターンまたいじゃったらおしまいなんだよな。炎王のこと、いや、先にこっちか、召喚師アレイスター召喚、召喚師アレイスターの効果、召喚師アレイスターの効果によって召喚枚数を手段に加えていく。そして
炎王の孤島効果アレイスター割る、アレイスター割って持ってくるガネーシャーでいいな。はい、でまあ、とりあえず炎王の孤島の効果によって、アレイスターを叩き割りながら、持ってくるガネーシャ、破壊ガルドニクス、アグニマズドバニッシャー、アグニマズドバニッシャー特殊ガルドニクス蘇生、これやばいね、これこんなこの最強ムーブしていいんですか。炎属性モンスター2体を破壊します。まずガルドニクスとガネーシャを破壊で、アグニマズドバニッシャー特殊カード選んで除外します。相手のカードを選んで除外します。はい、聞いてください。で、ガネーシャ効果発動、ガネーシャの効果によって墓地からガルドニクスを蘇生、ピロン、召喚マジ発動。こんなことしていいんですか。これなんかありえんくらい強いけど。あれさてはこのデッキ最強だな。召喚マジプレガトリオ特殊召喚で召喚マジの効果発動、除外されているアレスターを手札に回収しながら召喚魔術を戻すというなんかチート効果、バトルフェーズでバトルやべえな、やべえなこのデッキ、これマジこんなことできるの、やばくね。自分で作っておいてあれですけど、このデッキマジでやばいこと起きてると思います。皆さんどう思いますか。選んで除外して全員に貫通攻撃与えてくる、次のターン全破壊、迷惑じゃん。さあお相手の方、ファンサービスさん、よろしくお願いします。デル先輩、トクと味わってくれよ、俺のファンサービスを、ってか俺がファンサービスしてやるよお前に。ギミックパーフェクト、ビスクドール、なるほど、サクリファイスパーフェクト、いいだろう、サクリファイスパーフェクト、ネクロドール、オーケーオーケー、カードをセット、ギミックパーフェクト、デストボール、パルスボムやめていただきたい。あ、パルスボムじゃねえ、サイクロン発動、サイクロン発動、サイクロン OK、演武天気発動、演武天気の効果により敵から特定のカードを手札に加えていくぜ。特定のカードとは炎王獣ガネーシャのことである。ですね、あいつ破壊するとですね、なんかやばいこと起きるんですよ。ちなみにデストロイ君ね、破壊すると手札からなんかギミックパーフェクト展開できるよみたいな効果なんですけど、まあ、とりあえず炎王のことを発動する。これ最強、あまりにも最強ムーブしていいですか。アレスターを破壊して、でまあ何持ってくるかって言われると、バロンか、アドバンテージ稼げるそうだから、バロンだ、バロニスト、いやでもガルドニクスでもいいけどね、ここ別にガルドニクスもどうせ死ぬからあいつで、炎属性モンスター2体を破壊しながらこのモンスターを特殊召喚させます。そしてアグニマズドバニッシャーの効果発動、1枚カードを選んで除外。強すぎる強すぎる。そしてバロンを蘇生、そして手札よりマジックカード召喚マジ発動。これがファンサービスだ、王さんよ、君も僕のファンになったかな。やばいやばい、ちょっと待って、このデッキ実はもう実は強いな、このデッキ、さてはこのデッキ最強だな。やばいなこのデッキ、対戦ありがとうございました。なんか知んねえけどアホみたいに強い、これがファンサービスじゃん。さあお相手の方、気合の鉢巻き、きた気合の鉢巻き、海の伝説、いやちょっともう海の伝説がいいから、本当に何このデッキ、わからん。とりあえず炎王の孤島発動、炎王の孤島の効果発動、炎王の孤島の効果によって、まあ、これはさすがにバロンガネーシャですね。ちょっと一回アグニマズドバニッシャーはちょっと置いときましょう。で見えるガネーシャ召喚でターンエンドで、相手のスタンバイフェーズバロンの効果破壊された場合、次のスタンバイフェーズになんかやばいモンスターを持ってくることができる。これはガルドニクスでいいか、ガルドニクス、はい、でもアグニマズとバリッシャーのねコストにもしましょう。はい、まあこれバロンでもやってほしいんだよな、次のアグニマズとバリッシャーのことを考えれば。さあどうする、割とバロン説あったな結構これ、まあいいや。
さあ相手のうえうわおやめろ、人のモンスターをリリースするんじゃない。え、地獄門の契約書どういうこと。ちょ、わからん、地獄門の契約書何このデッキ、どういうこと。地獄門の契約書発動していく。はい、地獄門の契約書の効果でなんか DD モンスターを持ってくることができる。ボルカニッククイーンなんで入ってんの。ちょ、意味はなんで海の伝説としてゼロラプラス出た。新しい新規カードや、運命王ゼロラプラス。DD のね、新規カードなんかあのレビットも含めて何枚か追加されてるんですけどね、なんか全部のモンスターなんかそんなに活躍しそうにない効果してるんですよね。まあ、このゼロラプラスは結構強い効果持ってるんで戦闘では今度ちょっと活躍させてあげたいなと思うんですけども、地獄門の契約書、マシオの契約書、なるほど、はい、でマシオの契約書でケプラーと、オルトロスでダルク、なるほど、え、ケプラーオルトロスダルク、なるほど、え、どういうこと、あ、そういうこと、ゼロラプラス、これなんだっけ、貫通するんだっけ、なんか打点倍になって貫通するみたいなやばいこと書いてあった気がする、これ、モンスター効果、これどうなる、え、え、